何って、君のほっぺたを触ってるだけよ。頬のあたりが気持ちよさそうだったから。だといいんだけど。もしかして照れてるの？かわいいわね。それにしてもお餅みたいに柔らかくてプニプニしたほっぺだね。うん、やっぱり気のせいじゃないわ。プニプニほっぺもかわいいけど、体重管理はきちんとしないとダメよ。大丈夫、私に任せなさい。元の体型に戻してあげるわ。ええ、とっても簡単で効果抜群なの。じゃあレッスン室に行くわよ。という感じ。わかった？よろしい！なんてね。ええ、本当よ。小鳥ちゃんの作る衣装ってとっても着心地がいいのよね。つい衣装を着たままみんなにストレッチを教えちゃったの。今思うと、あれを誰かに見られていたら驚かれていたでしょうね。もしかして君、見たかったなぁなんて思ってくれた？ないなんて言わないでよ。寂しいじゃない。じゃあ特別に君の前だけで着てあげちゃおうかな。素直な子は好きよ。じゃあ特別に君の前だけで着てあげちゃおうかな。次の休みの日、ゆっくり見せてあげるわね。